FM ラジオ気象台です。沖縄気象台では県内のコミュニティ FM と協力して分かりやすく防災知識を伝える FM ラジオ気象台をお届けしています。今回は台風に備えましょうをお送りします。沖縄地方は梅雨が明けると夏本番となります。夏といえば海でのレジャーが楽しい季節ですが、同時に台風シーズンでもあります。台風による災害から身を守るためには、台風情報を活用して早めの対策を取ることが大切です。それでは、台風情報の活用についてお話ししたいと思います。まず、台風情報の入手方法についてはいくつかありますが、リスナーの皆様は、ラジオやインターネット、テレビなどから台風情報を確認されている方が多いと思います。沖縄気象台のホームページでも、台風情報を確認できますので、ぜひアクセスしてみてください。沖縄気象台のホームページには、5日先までの台風の進路や強さの予想を図で示した台風経路図という情報や、それぞれの場所での風、雨、波などの具体的な予想のほか、暴風警報がいつ発表されるのかなどの情報が記載された気象情報という情報があります。これら台風経路図や気象情報のほか、警報や注意報も合わせて活用することで、台風災害に備えることができます。次に、暴風への対策についてお話しします。暴風対策は、風が強くなる前の明るい時間帯に対策を行うことが大切です。家の雨戸を閉めて、家の外やベランダにある植木鉢などの飛ばされやすいものを片付けておきましょう。そして、暴風警報が発表されている間は、不要不急の外出を控えましょう。さらに、長時間の暴風や停電、断水などに備えて、懐中電灯、飲料水、非常食、携帯用ラジオなどを準備しておくことが大切です。前もって、乾電池の準備や、充電器の充電状況などを確認しておくことも必要です。そして大雨の対策についてお話しします。台風時は非常に強い風とともに大雨となることがあります。大雨に備えて事前に家の近くの側溝や排水溝を清掃して水はけを良くしておきましょう。気象庁のホームページのキキクルでは浸水や洪水、土砂災害の危険度が色別で確認できます。もし自宅に留まることが危険な場合にはできるだけ暴風が吹き始める前に近くの安全な場所に避難し身の安全を守ってください。避難が難しい場合には家の中のより安全な場所に移動しておくことが大切です。また市町村からの避難指示などの避難情報が発令された際に備えて日頃から避難施設や避難経路を確認しておいてください。最後に台風や大雨による危険が近づいているというニュースや気象情報を見たり聞いたりしたら、災害への備えをもう一度確認し、いつでも避難できる準備をしておきましょう。FM ラジオ気象台、今回は台風に備えましょうについてでした。